スメルディス紀元前525年あるいは522年は、アケメネスアサペルシアの大祖キュロス2世の息子で、カンビュセス2世の弟。その自責には、謎が多く、大いについていた可能性がある。ベヒストゥンヒブンの浮き彫り。ダレエオスに踏みつけられているのが、ニセスメルディスのガウマタヘロドトスの、歴史が伝えるところによると、紀元前525年のエジプト遠征を前にした。 カンビューセス2世は、夢のお告げで、弟のスメルディスに王位を奪われるのではないかと、疑念を抱き、密かに殺させたという。ところが、秘密裏であったことが、あだとなり、カンビューセスがエジプトにいる間に、ペルシア本国ではマギで、大見和館のガウマタが、スメルディスになりすまし、ペルシアの帝位を散脱したという。後スメルディスの娘パルミウスは、ガウマタを倒した。 ダレイオス一世の妻となった。以上がヘロドトスの記述であるが、近年の研究では、ガウマタは、スメルディスの偽物ではなく、スメルディス本人であった。つまり三脱者は、正当な老い継承形を持っていたガウマタではなく、それを倒した、ダレイオス本人であったとする説が有力になっている。この場合、ヘロドトスは三脱者ダレイオスが捏造したプロパガンダの、 疑似をそのまま後世に伝えたことになる。ありがとうございます。